絶望の隣には希望があるそうです。ノート、感動しました。自分がいなくなっても誰も気づいてくれない。おばちゃんは本当にそう思ってるの？文才などいらねえ。心で書けばええんだ。今日は子供たちの祭りだべ。あんたたちが楽しみどうするだよ。本当にありがとう。喉減れるのにちょうどいかんべ。旅の思い出にって喉を置いていってよ。母さん一人でもなんとかやっていけるんだ。毎日を一生懸命生きてください。いつか必ずいいことがありますから。